こんにちは、ワンタンメン、かまちゃんです。今日の動画は中国語あんまり関係なくて、冬のコーデの紹介をしたいと思って動画を作りました。ところどころ中国語出てくると思うので、中国語勉強中の方もね、ぜひ見てみてください。参考までに、身長は172センチで、骨格はナチュラルです。はい、まずね、1着目はワンピースですね。これはリノームというブランドのワンピースなんですが、実はワンピースとあともう一つベストがついています。ちなみにワンピースの中国語は連衣裙です。で、白と黒両方あったんですけど、白にしました。中に黒いシャツを着て、まあ、ちょっとね、白黒のモノクロコーデにしました。これなんかね、上品な感じで気に入ってます。まあ、なんかボタンもね、すごい可愛いですよね。よく見ると後ろのデザインも可愛いと。もうちょっと寒い時期になったら中にニット着ようと思います。で、中だけのワンピースで着ると、まあ、こんな感じですね。なんかさっきよりもちょっとカジュアルな雰囲気になるかなと。比較休闲。はい、で、実はね、今日は友達の白雪リラちゃんと一緒に動画を撮ってて、ちょっとリンクコーデしていました。リラちゃんが黒バージョン着ています。这样一看黑色也想要。これは一応2コーデ目かな。このトレンチがね、結構いい形してて気に入ってるんですよね。後ろがすごい可愛いなと。コートの中国語は外套。襟が小さめで顔周りはすっきりして見えるかなと。で、前から見てもこの袖の部分がポワッとしてて很可愛。まあ、やっぱりね、1枚は持っておきたいですよね、寒い時期に。で、丈もすごい良くて長めなんですよ。中もね、チェックで可愛い。本当にね、後ろがすごい気に入ってます。じゃあこれがね、3コーデ目です。こちらも、コートとワンピースですね。なんかザ王道モテって感じのスタイルですよね。このコートすごいのが、よく見るとね、実は袖の部分が取り外せるようになってるんですよ。なんで1着でね、何通りの着方もできるという、いいよねこういうので。一応リボンを結ぶこともできて、リボンを結ぶとこんな感じで、中はこんな感じです。私緑が好きなので、以前ダーリスドドンシエを上手うまいで、スカートの広がりもね、すごいいい感じですよね。ふわーって感じ、好きですね。このフレアタイプ、美脚効果もあります。もう寒いんでね、中にストッキングとかタイツを履きたいと思います。あとね、多分ロングブーツとも合う。4着目は先ほどのトレンチコートの袖部分を取り外してジレとして着ています。中身を変えるだけで雰囲気がまた変わりますよね。こっちはちょっとなんかお姉さん風、できる OL を意識してコーデ組みました。ちょっとハンサムな感じです。さっきのコートだとすごい甘い感じだったのが、ジレになるだけでこんなかっこよくなるって面白いですよね。これ中のシャツも実は技ありで、ちょっと袖の部分かなりかっこよくないですか。ちょっとマントみたいな広がりがあって、とっても可愛いです。なかなか見ない形です。シャツは中国語でチュンシャンと言います。で、ズボンもすごいストンと綺麗な感じで、フォルムあんまり拾わないタイプですね。リボンも可愛い。ズボンの中国語はコーズです。5つ目のコーデはこちらです。これはね、上下別なんですけども、色合いが似てるのでね、ちょっとセットアップっぽいっていうか、統一感が出ますよね。スカートがふわっと綺麗なんですよね。あ、スカートの中国語はチュンズです。スカートはダルメシアン柄なんですけど、全然主張しなくて、こう大人可愛い感じですね。上のシャツも丈が短いので、こういう長いスカートとすごい相性がいい気がする。上のシャツなんかちょっと形面白いんですよ。体のラインを拾わないので、よりスタイルアップにつながるような気がします。そしてこれはね、さっきのシャツの上にニットのベストを重ねて、でスカートの色もね、ちょっと淡いものに変えました。なんですけど、さっきの色でもね、全然合うと思います。ちなみにニットは中古でマオイって言います。これはね、なんかちょっと大人っぽい、お姉さんっぽいコーデですよね。本当にゆるっとしてるので、とても着やすいです。で、このニットもね、後ろがとっても可愛いんですよ。このニットベストの後ろがね、
なんかなんて説明したらいいか分かんないけど、可愛いんですよね、とにかく。でこの洋服もね、実はハリちゃんとリンクコーデしてます。まあ、このニット本当にすごい厚手なので、秋とかだったら全然こういう風に中にシャツとか着なくてもこのニットだけでもいけますね。どうでしょうか、ハリちゃんと同じスカートの色違いを着ています。本当にね、どっちも可愛いんで私は両方持ってますこのスカート、長い丈のトップスも短い丈も似合うから本当に優秀だと思う。いやー、リンクコーデ楽しい。はい、そして7つ目のコーデはさっき出てきたアイテムをね、もう一度、組み合わせを変えてきています。まあ、やっぱりね、人に会った時第一印象すごい大事だと思うんで、パッと見た時にあ、綺麗とか、あ、なんか感じの良さそうな人ってね、ちょっと感じてもらいたいのでこういう服選びますね。あと普通にね、好きです、ちょっとフェミニンなのがもう本当にこのトレンチね、めちゃめちゃ使えると思う。このね、トレンチの裾から見えるこのスカートのゆらゆらとした広がりもね、可愛いかなと思います。あの前を閉じてもね、もちろん可愛いですし、開けて着てみてもね、あの全然大人っぽくて素敵だと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。今日はね、実はお友達の白雪リラちゃんと一緒にね、洋服の紹介の動画を撮ってました、うん、途中でね、リンクコーデもしたんですけど、リラちゃんだけのコーデもね、あのリラちゃんの白雪リラリラックスちゃんタイムタイム合ってる、合ってる、白雪リラックスチャンネルチャンネル、うん、あの YouTube の方で上がってるんで、皆さん概要欄見てみてください、はい、間違ったかもしれない、白雪リラで検索すると出るけど間違ったかもしれない、はい、多分それだと思う。 OK 多分それだと、はい、皆さん今日の動画気に入っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。なんかまた機会があったら、あの結構私服見せてくださいっていうリクエストがあるので、また機会あったら春服とか、もうちょっと寒い時期の冬服とかちょっと作ってみたいと思います。リクエストがあればですけどはい、じゃあね、今日の動画は以上になります。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。